石の陽道の芸術。今日、昨日、3日。今日、昨日、おととい、3日間で、15、6枚、仕上げた。昨日は4時間しか寝ていない。おとついも4時間しか寝ていない。86歳半で、2日続けて、4時間は、ちょっときつかった。けれども、書きに書いたら、3日間で15サイズが6枚書けた。今さっき、ご紹介したのがその3枚。これからご紹介するのが残りの3枚。ということで、やっぱり絵をこのぐらい書かんとあかん。一週間かけて1枚書いたとかなんとかあかん。もっと書かんとあかん。これは私は今日も昨日も一昨日もごっつい忙しかった。その忙しい時間の合間を縫って書いて用意し書いて用意し書いて用意し書いてというようなやり方で書いた。まあ面白いから書けそれだけできたのかもわからない。これは男の絵。久しぶりに誰か見ているシリーズじゃなしに、男。誰か知らん。面白い男である。男。ね。面白い男やと思う。その次。その次は、これも男。誰か見ているというより男。男である。ちょっと優しい。男。まあこんな男が街歩いとったら大騒ぎになるけれど、男である。その次、これもどちらか言うと男たちということである。3人おるね。特に上のやつは牛に似ている顔をしている牛男。下のやつは何に似ているんかいな。これ真ん中のやつは随分顔の長い男、馬よりも長い。これも男たちという絵である。誰か見ているという絵ではない。そういうことで、昨日はどちらか言うと誰か見ているの、いや前回は誰か見ているの3枚であったが、今回は男たちを、あるいは男をテーマに3枚描いてみた。まあ、僕の頭は狂ってるんか。まあ、こんなことになる。狂ってへんで。狂ってへんで。面白い狂い方である。年取ってこういうふうに狂うのも面白いなと思っている。皆さん、狂いなさい。狂えば楽しいかもわからん。それでは今日の説明はこれで終わります。